ワン、ツー、スリー、フォー。ありがとう、ありがとう、何度言えば。お願いします。井上尚弥の KO パンチいきましょう。井上尚弥の KO パンチ、重さです。スパックセプションだった最後ドン、今ドン、グッドンになったんですけど、井上尚弥の場合は下打ってもこのままこういったんですよ。はい、こうでいいですよ。そうです、そうです。でこれだと今の打ち方だと左に反応しないんですよ、はい、なので完全に相手もガードを上げてることになるので、はい、当たらないんですよ。ボディからストレートを打ってください。そうです、これじゃ当たらないです、はい、井上尚弥はもうグッと押して、はい、グッと押して相手に下げさせないんです。ガードを意識させたんですよ、はい、でそれなのでうって下がったところに右が当たるという、しっかり左をトントン。そうです、もっとテンポ入ってます。そうです、そうです、そうです、今のです、はい、今のなんですよ、はい、ただこれは僕は教えないです、はい、井上尚弥のリードボディから右ストレートは僕は教えないです、はい、理由はここでグッとやってからもう一回右にやる、右を打つということはここでの滞在時間が短くなるんですよ、はい、あ、長くなるんですよ、はい、そうすると打たれるリスクもできるんですね。あれができるのは井上尚弥がしっかりパンチを打っていること、そして相手のパンチを見切る、あ、ダメだったら下がれる、はい、足と、まあ、特別な人ができることなんですね。戦略だったり、もちろんこれ見せてガードさせて上を決めるという。でもあれも多分何ラウンドですか、7ラウンド8ラウンドぐらいかかってるじゃないですか。井上尚弥でも8ラウンドかかる前振りを、はい、僕たちはできないんですよ。ただジャンプを効かせて相手が、あ、下がったなと思うときにパンチをもらわずに次のパンチを慌てるのは、僕が教えるのは本当に打つときにはジャンプは手前に打ちま す, そ う, です。そうすることで僕が打っても当たらないんですよ、相手が打っても。なのでここから相手があっと回すときに右ストレートをドン。僕の場合は誰でもフェイントでリスクを少なく、打たれるリスクを少なく次につなげられる攻撃を、まあ、やりたいので、選ばれた一部の人たちができる練習ではなくて、はい、作戦と、はい、過程で待ち当てることです。またじゃあグッと押しましょう。そう、このラインに行かないですよ。そう、そうです。で相手が、あ、こいつジャブ意識してきたなと思ったら手前を叩いて押し、今みたいにグッグッって入っちゃうとバレちゃうんです。そのトンです。そう、顔にやってください。そうです、そうです。下に打とうとしなくていいです。上に感じ上げます。そうです、目線下ですよ。そう、いいじゃないですか、これですよ。